どうもどうも、まさとです。響きワールドへようこそ。はい、ということで、今回はこちら、ハンモした洞窟の地上拠点の方に来ております。今日はですね、こちらの方にですね、簡単な装置ちょっと組み込んでいきたいと思いますよ。多分、すぐできると思う。はい。ということで、早速始めてまいりましょう。こちらでもですね、泥レンガ、まあ泥系ですよね。あちらを作れるようにちょっとしておきたいなと。だから大掛かりの装置はいらないんで、簡単なやつでね、泥が作れるようにしておきたいということで、早速やってまいりたいと思います。まずここですね。あ、違うわ、こっち側からやったらダメなんだ。こうですよね。で、次にディスペンサーをこの上に設置すると。で、ホッパーを足りるんかな。多分1はこれでいいと思う。で、瓶をですね、ガラス瓶をちょっと入れなきゃいけないんで、ここのまず下のドロッパーですよね。で、上のディスペンサー。あ、まだ足りない。水入り瓶を供給するための部分ですね、こちらね。で、次、ホッパーにも、これですね。5スタック入れて、で、こっちも1、2、3、4なんだけども、最後だけ、ちょっと減らした半分入れときます。で、次、音符ブロックがいるんか。で、音符ブロックをここに設置します。で、次、ここにディスペンサーとドロッパー設置します。で、このディスペンサーの裏側にホッパーをつけると。ここに水入り瓶が入るようになるんかな。で、一応、ここのディスペンサーに水入り瓶1個だけ入れておきます。で、次に、この位置に樽を、向きがちょっと気に入らないか。樽をこっちに入れて、で、ホッパーを樽に向けてつけます。で、泥ブロックをここの樽に入れるという仕組みですね。で、次に、白コンだね。ああ、ここ隠れちゃうか。こうやったら暗くなっちゃうよね。まあまあ明るいしか。で、レバーをつけて、リピーターをつけます。これオンにしとくんかな。で、樽の上にパウダー。で、1、2、3かな。この上を囲います。で、こちら側にもこうつけて、で、この下にホッパー、この下に向けてホッパーをつける。で、あとチェストですね。ここにチェストをつけると。こうですね。で、方向はこっち側、ここのホッパーに入るようにということで、水をこう流します。蓋をしておきます。足りるんかな？じゃあ、こうやっておいて、で、ここにも、こうですね、つけます。これで完成かな？で、次に、こっちか。この上のチェストに土を入れます。で、持って、これやると、はい、泥に変わりましたね。で、取ると。で、こっちから、吹きかけられるんでね。で、
取った泥はここの中に、この樽の中に入るという感じですね。で、これで位置的にこれでいいかな。右クリックしながら左クリックを押して土をセットするという感じですね。はい、単純に泥が作れるというやつですね。で、これで泥製造機は完成です。じゃあ次、小麦ですね。まあこの向こうの建物、拠点の中に小麦植えておりますけれども、こちら側でも簡易的に小麦をすぐ作れるようにちょっとしておきたいと思います。ここと、こうするんだったっけ。こっちもいるか。で、ここに水を入れます。で、ディスペンサーですね。ディスペンサーをこことここで、オブザーバーを設置しないといけないのがこっち方向なんだけども、こうやってこうだぜ。はい、こうなります。で、次にこことここで、こうだっけな。で、上に同じくディスペンサーをいけるかな、設置するという感じでございますね。で、こういって、で、ここの上に今度粘着ピストンですね。で、ここブロックかな、置きます。多分これで合ってたはず。で、次にパウダーを、あ、そうか、ブロックここいるんだ。ここ置いて、こことこことこことここで、リピーターをスニークしてセットして、ワンクリック遅延させます。で、クワで耕します。で、ここ、これいるんかな。はい、じゃあこんな感じでございますね。で、骨粉をそれぞれ入れます。ディスペンサーの3つのディスペンサーの中に入れます。これでいけたんだっけな。これは完成。ちょっと出っ張ってのが気になるな。まあいいか。これでもね、なんか不細工だな、この中に入れるとね。じゃあ種を取ってきます。あるんかな。ありますね。多分これで動くはずなんですけど、で、これでセットします。はい、小麦できましたね。簡易小麦製造機でございます。毎度おなじみのやつですね。で、こっち、さっき作ったこれですね。どうだったっけ、久しぶりだから。これで作れますよね。で、こいつをこれでよかったんだっけにすると、泥レンガの完成という感じになりますね。で、これを設置していくというふうな感じです。泥レンガもね、こっち側でちょっと使えればなと。ここを泥レンガにするか。え、これ泥って階段あったんだっけ。あったよね、そういや。あ、じゃあね、ここ変えていきますわ。うん、ここを泥レンガにしていきましょう。
泥を作っていきます。じゃあね、ここからちょっときれいに整えます。ここのね、これを階段にしたかったんですよ。だからちょうどいいかなと思いまして、こっから泥レンガの階段入れますですね。でここも削りまして、で泥レンガを入れときます。下落ちてるね。でこことつなげると、はい。でこれでちょっと行き来はしやすくなったんですね。でここも全部変えちゃいます。ここはどうかな。これにして、でここを階段にすると、あ、逆階段になっちゃった、邪魔。もう邪魔しやがって。でこうですね、ここも削っていきます。ここもレンガですね。これでまた風合いも変わってくるでしょう。ああ、じゃあここも泥いけるんじゃない？階段に変えたらね。あ、ちょっと損なわれるかな。木の方が良かったかな。こうですね。でここも削ります。で、ここですね、入れますという感じで、ちょこっと変えていきますね。はい、ということで出来上がりました。こんな感じですね。これ全部変えた方がいいかな。まあいいか。とりあえずこういう感じで、泥レンガ設置いたしました。これでね、泥も作れるようになったんで、いつでも、道としてね、このように表現できるかなと思います。いいんじゃないでしょうか。ここも蓋しないといけないね。はい、という感じでございました。はい、ということで今回はこちら繁茂した洞窟の地上拠点の方にですね、簡易的な、泥製造機、小麦んなんだあ、やられた、豚がやられちゃったね。スイートベリーに、小麦製造機、簡易的な小麦製造機設置してみました。これで泥レンガ作り放題でございますよ。まあ、徐々にまたね、簡単な簡易的な装置ね、増やしていければなというふうに思っております。ということで、今回はこれにて終了したいと、あ、言うの忘れてた。あ、でこちら泥製造機ですね、ホイールさんのが、作られた、泥製造機になります。詳細は概要欄の方に、URL 貼っておりますので、そちらの方をご覧ください。ということで、今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。